はい、おはよう。よいしょ。お願いします。おやおや。はい。はい。頑張ります。こっちだよ。まっすぐだよ。こっちだよ。フライパン良かったよ。フライパン良かった。料理上手だったよ。最後の最後でやった。あ、あんたようこけよったね、大根ね。2回ぐらいこけよったね。上手だ。足元。あ、はい、大丈夫ですよ。気をつけてください。はい。うん。ちょっと他拭こうかね。足は拭き終わらず。はい。上げすぎ、上げすぎ。はい、ちょっと。おーい、ちょ、またこきおるわ。またこきおる。これいいね、ラッピー。みんなこっち見てるよ。みんなこっち見てる。あの、多分ステージになってない。あ、本当だ、こっち見てる。みんなこっち見てる。注目の的だよ。みんな話聞いてくれ。みんな話聞いてない、全然。左です。じゃあ行ってきます。はい、はーい、じゃあねー。ありがとうございます。人の強さ。押さえていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラかっこいいぞ。かわいい。はい、ではですね、あ、皆さん写真撮りながら耳だけ傾けてください。まずですね、声かけのポイントその1ですね。あ、すいません、その前に認知症の認知症の人への対応の心得、基本姿勢3つのないですね。まず驚かせない、そして急がせない、そして自尊心を傷つけないですね。これが基本姿勢の3つのポイントになります。そして具体的な7つのポイントがあります。まずは見守ってください。認知症の人と思われる人に気づいたら、本人や他の人に気づかれないように一定の距離を保ち、さりげなく様子を見守ります。近づきすぎたりじろじろ見たりするのは禁物です。バッチリですね。くまモンは打ち合わせしてないんですけどバッチリです。そして余裕を持って対応してください。こちらがですね、困惑や焦りを感じていると相手にも伝わって動揺させてしまいます。
自然な笑顔で対応しましょう。はい、そして声をかけるときはできるだけ一人でお願いします。複数で取り囲むとですね、恐怖心を煽りやすいので、できるだけ一人でお願いします。今日はですね、訓練場3人から4人グループですので、誰か一人が声かけをして、後の方は少し見守るような感じでですね、お願いしたいと思います。そして後ろから声をかけない、一定の距離でですね、相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけはですね、禁物です。何かお困りですかとかですね、お手伝いしましょうか、どうなさいました、こちらでゆっくりどうぞなどですね、優しい声かけでお願いします。はい、次ですね、相手に目線を合わせて優しい口調でお願いします。小柄な方はですね、体を低くして目線を合わせ、同じ高さにして対応してください。上から目線はダメです。そうです、同じ目線でお願いします。バッチリですね。そして穏やかにはっきりした話し声でお願いします。高齢者の方は耳が聞こえにくい人が多いので、ゆっくりはっきりと話すように心がけます。早口、大声、甲高い声でまくしたてないことですね。その土地の方言でコミュニケーションを取ることもですね、大事なポイントの一つになります。はい、皆さん今日は熊本弁普段使われてないかと思いますけれども、今日は精一杯使ってください。そして相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応してください。認知症の人は急がされるのが苦手です。同時に複数の問いかけに答えることも苦手です。相手の反応を伺いながら会話をしましょう。たどたどしい言葉でも相手の言葉をゆっくり聞き、何をしたいのか相手の言葉を使って推測確認していただきたいと思います。はい、今ですね、声かけのポイントを学びましたので、くまモンに今日はですね、特別にオレンジリングの方をですね、差し上げたいと思います。あれ、どこ頭なの。これは右左どっちらにつけるんですか。どちらでも大丈夫。どちらでもいいですか。どっちがいい。あ、左ね。はい、じゃあくまモンもつけたいと思います。手が太かですからね、ちょっと皆さんのより大きめになりますけども、こんな感じで大丈夫ですか。バッチリです。ありがとうございます。皆さんもですね、オレンジリング今日お持ちの方はですね、見えるところにですね、今日はつけていただきたいと思います。くまモンとお揃いです。はい、このオレンジリングはですね、認知症サポーターの証となっております。認知症サポーターにはですね、認知症の人を応援しますという意思を示す目印であるオレンジリングが渡されます。くまモンには渡されました。街の中でこの人認知症かなと思っても、声をかけるときにもオレンジリングを身につけていることで、周囲の人にもあの人は認知症の人のお手伝いをしているんだなと一目でわかる場合がありますので、皆さん普段もですね、今日だけではなく普段からですね、カバンとか手とかにですね、見えるところにですね、つけていただきたいと思います。バッチリですね。お願いします。
今日はですね、前半出発の方はですね、くまモンのお見送り付きでございますので、ではですね、声のかけ方のですね、再復唱いきたいと思います。まず一番大切だったのは、まず見守るというところですね。不審な人がいてもですね、皆さんまずは遠くから見守ってください。ギョロ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 見ないでくださいね。そしてですね、余裕を持って対応するでしたね。認知症の方がですね、急に突拍子もないですね、不可解な言動を言ったりされますけれども、こちらがですね、慌てた反応をせずにですね、落ち着いてください。そして声をかけるときは何人でしたかね。一人でしたね。皆さんバッチリですね。複数で取り囲むとですね、やはり皆さん怖いですよね。ですので、できるだけ一人、もし無理だった場合はですね、他の人に連絡をしてですね、助けを求めてください。今日は何人も3人1組ですので、ちょっと難しかったらまた次の人、また次の人という感じで回ってお願いしますね。そして後ろから声をかけてはいけません。皆さんも後ろから声をかけられるとびっくりする時があるかと思います。こんな感じですね。ですので、相手の視界に入ってからですね、お辞儀をして挨拶をして、こんにちは、おはようございますというような感じでお願いします。はい、そして相手に目線を合わせて優しい口調でしたね。腕組みとか上からですね、見下ろすような目線ではなく、同じ目線で話しましょう。どちらまでとかですね、何かお困りですかとかですね、そうですね。優しい声で、で皆さん本番ひざまずかなくて大丈夫です、ね、そこまでしなくて大丈夫ですので、大丈夫です。くまモンはしっかりしていただいてますね。して穏やかにはっきりした話し方で、分かりやすい簡潔な言葉でですね、一つずつ穏やかな口調で話しかけてください。できるだけ言葉は短くお願いしますね。長く話されると理解に時間がかかってしまいますので、よろしくお願いします。そして最後でしたね、相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応してください。返事がないからといってですね、矢継ぎ早に質問してしたらいけません。返事がなくてもですね、相手の方はしっかり頭の中で考えている時間です。考えるのに少し時間がかかりますので、答えが出るのをですね、ゆっくりと待ってください。バッチリですね、くまモンは。完璧です。完璧です。よし。ではまず A チームの方は手を挙げていた、1,2,3,4,5 名で回られますね。6名ですね。前半の方、 A の前半、 A の前半は 1,2,3,4 名、5名ですね。 B の前半、C の前半、 D の前半、 E の前半、 F の前半、 ではですね、今日の徘徊者役の方をですね、ご紹介したいと思います。名俳優、名女優、できれば前に来ていただきたいと思います。はい、徘徊者役です。徘徊者役だけですね。
ありがとうございます。もう私は T のとこにいます。矢崎のとこですね。私は T の方です。では A の方。はい、ちょっともともと天然ですので、地でいけと言われております。優しく声をかけてください。地でいけだって。お願いします。私は C の、西本文具店の前におります。よろしくお願いします。牛島と申します。お願いします。パウエです。よろしくお願いします。ちょっと困らせるかもしれません。よろしくお願いします。あのですね、役柄の ABC とですね、場所の ABC と混同してる、この企画は地方補助じゃなかった。皆さんおはようございます。女性の会の会長の石原由里子です。我が家の前におります。帰ろうと思いますけど、なかなか今日は帰っていけないということでしたので、ちょろっと見てるかもしれません。すいません、お世話もあります。よろしくお願いします。はい、ではご、すいません、ササエリア平成の篠田といいます。今日は徘徊者役で、待ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では徘徊者役の方が場所もう F です。困らせますので、篠田さんは。ではまず徘徊者役の方がですね、出発されます。場所は通学路と、それから県道の小学校に向かっての境目にあります。前田産婦人科の自宅の方の入り口辺です。病院の方ではありません。自宅の方だから通学路の方になります。通学路を中学校に向かっていくところです。はい、ではですね、皆さん、外に出られるときはですね、大変寒くなっておりますので、できるだけもう着れるものは着ていただいた方がですね、いいかと思います。私も6枚着てますので。私も6枚ぐらい着てますので。あと5分後にですね、出発をですね、したいと思いますので、皆さん忘れ物と内容ですね、よろしくお願いします。皆さんも最後、もうしっかり撮られてくださいね。ちょっと私だけ撮れてないんですけども、写真を今撮りますか。今撮りますか。いいですか。はい、カメラとかあれば。では司会を交代させていただきます。ちょっと講師の先生がお写真を撮りたいということで、私の方で撮らせていただきたいと思います。皆さんも今のうちに撮っておいてくださいね。ねえ、くまもんね、今日はね、勉強になるね、いろいろ。あ、ですよ。いや、もうどうぞ、こういう機会もないので。よろしくどうぞ。はい、じゃあ。行きますね、記念して。はい、行きます。はい、くまもん。面白い。
今一枚いきます。はい、くまもーん。はい、 OK です。皆さんの前です。今ハグを待ってます。ハグを待ってます。よかったね、いろいろ教えてもらったけんね、お礼の気持ち込めてね。あ、ね、オレンジリングもねつけてもらったけんね、よかったね。わざわざねくまモンサイズに作ってくれたんだってよ。はい、あの皆さんよりちょっと腕が太かですからね。違うか、うん、腕はね短いんだったね。あ、それも違うか。ちょっと持ってきされちゃいましたね。ごめん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 。どうするんでそれ持ってきて、これはやめてやめて、危ないから。クマもそれは置いてね。あ、すいませんね、もうほら先生に目をかけとるよ、クマも。すいませんね、クマもこう見えてもですね、まだ子供なのでちょっとやんちゃな部分がたくさんあるんですけども、一応熊本県の営業部長兼幸せ部長という役職もついてますので、ねえ、偉そうにせんよ、偉そうにせん、えばらんよ。ほらさっき教えてもらったでしょ、ね、目線はね皆さんと同じ目線で上から見ちゃダメだよって。あ、はい、ちょっと謙虚になりましたけどね。ちょっとね座って楽しようんじゃないよ、ね、もうすぐ出発だけんね。あ、違うと違うと、もうすぐ出発やけんね、皆さんをね応援せないかんけど、ほらあったかいけん、うと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 してから、こら寝ようか、奨励長、起きて、くまもんくまもん起きなさい起きなさい。さっきまで寝てたでしょ、セールじゃないタイプね。もうそろそろお時間ですかね。はい、はい、じゃあくまもんもね準備目しっかりね着込んどかないかんよ。うん、寒いけんね、外はね寒いけんね、しっかり着込んどってからね。何脱げて入らんでしょ、どうせ脱いだとしてもね、入らん入らん、無理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 、2人分ぐらいあるんだけん。くまもん基本裸やけんね、ちょっとね、でも毛皮がね、うん、毛だらけやけんね。あ、恥ずかしい、どこば隠しようとやめなさい。裸んぼだけんね、隠さない隠さなくていいから、大丈夫大丈夫、毛だらけやけんどうせ見えって。何挟んでるの、お腹のお肉挟んでるの。あら、ちょっとね恥ずかしいね、くまもんね。あの時々衣装は着るんですけどね、今日はちょっと裸んぼやけんね。ちょっと寒いかもしれんですけど、皆さんも風邪とかいかんようにですね、しっかり着込んだ準備は大丈夫ですかね。はい、じゃあすいません先生、バトンタッチして、では皆さんの出発をお願いします。じゃあまずくまもんから先にですね、お見送りの準備があるそうですので、はい、じゃあくまもん外で、ま、お待ちしていますので、あ、皆さん気をつけて行ってください。ありがとうございます。あ、よくわかった。あれ出てこない。出てこない。はい、出てこない。ありがとうございます。なんかしよるよ。いや、暑いですよ。暑い。何しよっと。暑い。何しよっとね、ほら。何？飲まないの。飲まないよ。ほら、皆さんお見送りせんと。はい。はい。ちょっと手羽出して。はい、結んでだって。上手だった。よくわかった。さすがね。うん、上手だったよ。やっぱね、任せろって、任せろって、覚えた覚えた、逆でいいんだ。あー、こら、あー、任せんね、あたは、あ、そこって言って、うんと任せんね。ごめんごめん、痛い痛い、そんだけごめんなさい。そうだ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 、こうやって、よいしょ、顔半分、顔半分、顔半分、顔大きいかですからね。任さらせるよ。つかないね。声かけられたらさ、やっちゃった。おけろすの。なになに、 OK? お
オッケーじゃん。はい、おバッチリバッチリ。バッチリバッチリ。行かないけど。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん出発ですかね。皆さん本来の目的をそっちのけ。そう本来の目的がもう。皆さん頑張ってくださいね。お見送り。はい。お見送り。あ、すいません。一緒にいいですか。あ、はい。あ、でもすいません。また。みんな本来の目的が、うん、じゃあタマちゃんじゃあ後であのまだイベント行くでしょ。いやもう行かない。イベント行かない。じゃあ C の方出発だそうです。じゃあ1時半の方以外は行かない。右の方から出てください。今日はもうちょっとなんか他のやつがある。行ってらっしゃい。じゃあ行ってらっしゃい。横でなんか1枚皆さん徘徊者の方お待ちなので急ぎまで徘徊者来ないなーってみんなくまもんで来ないなー、おかしいなー。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。 C 以外の方はこちらです。はい、 C の方いってらっしゃいでーす。 C は入っていきます。はい、いってらっしゃーい。頑張ってねー。車にお気をつけて。いってらっしゃい。こっちの信号は誰も行ってないです。誰も行ってないです。よかったです。楽しみしてました。いってらっしゃい。あ、はい、すいません。バスの人見えびっくり。誰も殺したんだ。来ないぞ。取ってあげましょうか。はいよ、今回。あー、取れた。向こうに行かれるんですよ。あ、向こう、あ、向こうだった。向こうで。そら違ったね、仕事の目的。じゃあ、はい、行ってらっしゃい。頑張ってくださいね。いってらっしゃい。握手。はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。お疲れて後ろから言ってない。いってらっしゃい。バイバーイ。いってらっしゃい。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。じゃあ熊本も次のお仕事行こうかね。あ、もうその時間か。お時間もないよ。違う、そっちじゃない。一緒行かんでよかったよ。ありがとう、熊本。ありがとうございます。頑張ってください。熊本もお仕事頑張ります。はい、ちょっとですね、もういろいろお仕事があるので。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。CD だけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ほら、どこ？声だけ。どこ？こんにちは。え、どこにいる？見えない。バイバイ。ああ、中か。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。よかったね。すごいね、今のよかったね。超サプライズ。ありがとうございました。今日もバイバイ。ありがとう。またね。バイバーイ。バイバーイ。早い早い。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。ありがとう。またね。頑張っていこう。